海賊ラジオレッズ力船はい、大野聖太郎ですレッズ力船特別指向です昨日試合が終わった後リカルド・ロドリゲス監督はダゾンのマイクの前でこう語りました一切笑顔を見せずに難しい相手に勝てた大きな勝ち点3だったと話しました これはサポーター全員同じ気持ちだったろうと思います。嬉しいんだけれども、笑顔を見せずに、なんと難しい一生だったのか、その実感だろうと思います。え昨日日曜日3月6日、これはリング戦の第3節になります。ホームの埼玉スタジアムに湘南ベルマーレ、リカルドいつも意識する湘南戦、これを迎えての一戦。 勝ちました。午後3時帰国で気温は11度。風が強く寒い一日。サポーターももう吹き荒れる嵐のような北風の中での感染になったと思います。ボールが浮き上がると少し流されるような強い風が埼玉スタジアムに吹き抜けておりました。さて、えー、試合前日の土曜日だったんですけれども、この YouTube で鍵を握るのは岩尾県と 平野雄一だっていう話をいたしましたよね。この二人にぜひともムードメーカーになってチームを引っ張ってもらいたい。そんな話をしたら、先発メンバー見てびっくり。なんと、岩尾健選手、平野雄一選手、二人のダブルボランチ。これは組み合わせとしては初めてになりますよね。どんなアドリブを見せてくれるのか。どんなシンコペーション。 ちょっとした間を保ちながらゲームを作ってくれるのか。平野も、そして岩尾も、ゲームを作る中盤の達人。私はとても楽しみに試合開始を待ちました。もちろん、芝都会、あるいは伊藤厚樹中盤の層は厚いですから、いろいろな組み合わせができるんですけれども、この岩尾平野という組み合わせ、この二人の組み合わせを見たいと思って、 待ちに待っておりました。で、なおかつこのところ出ずっぱりでよく働いている真あたりをベンチスタートにしたのも私は好感を持ちましたね。あんまり使い詰めはよくはありませんから、えー。そういう中で岩尾と平野がさばいて、左の関根、右の和崎が走って、さらに左サイドバックに起用された先発の大畑と右の超人坂井宏樹がオーバーラップを見せるという。 そして中央には秋元ワントップ、後ろには江坂という縦のライン。躍動しましたよ。16分、最終ラインから、初列から長いパスが江坂に出て、江坂から左の高い位置に一気に上がっていた大旗に出て、その大旗から折り返しで江坂がまっすぐ走って、マイナスのクロスを見事ドンピシャのゴール。手数をかけない。 そうなんですよ。これ非常に重要なファクターになると思います。見事なゴールでありました。これ、江坂はもうリーグ戦でゴールを上げてるかと思ったら、スーパーカップの2ゴールの印象が強くてね、上げてなかったんですね。ハスゴールですね。これが勝利に結びつくと、これはもっともっと盛り上がるぞと、前半見てみたんですがね、ただ31分にどうしたんだろう。平野が怪我をしました。その怪我の情報はまだ私の 手元に入ってきておりませんから、筋肉系の怪我じゃないことを願います。で、伊藤敦と交代しました。で、前半はボール支配率は数字上湘南が上回っていたんですけれども、えー、私から見ると湘南にチャンスらしいチャンスを与えてはおりませんでした。えー、ボール支配率は下回っていたけれども、私はレズが支配していた前半だったと思います。ただ、どのサポーターも感じていたのは、 今シーズンここまでの戦い方。前半はいいんだけれども、後半になるとまるで別のチームのようになって、同点に追いつかれたり、あるいは逆転食らう。決勝ゴールを与えてしまう。苦しんでまいりましたよね。これは後半見てみないとわからないぞ、と思って待ったんですが、ハーフタイムにリカルドは選手たちにこう声をかけたようですね。相手に蹴らさないように、 前から行こう。だからプレッシャーかけていけ。幅をしっかり使って攻撃しよう。左も右もね、ワイドも。そうすると真ん中の一本のパスが非常によく大きな効果を生みますから。まあ、いつもの声かけで後半が始まるんですが、60分に満を持して、真渡り、小泉、大久保を入れて、関根、松崎、大畑を下げます。そして、 なんと驚いたのは、ワントップで頑張っていた秋元を左サイドバックに入れます。ということは、間当たりは左のハーフサイト、あるいはもう少しウイングのような形で、間当たりを使おうという戦略だったんですね。で、湘南もメンバーを変えたもんだから、少しずつゴールに迫ってくる場面ができます。 そして、今期の課題。なかなか、ダメ押しの追加点が奪えない。時間がどんどん経過してくる。残り10分。湘南は、切り札、フォワードのウェリントンを入れてまいりました。怖いですよ。こういう選手一発狙いますからね。パワーグレーに持ってきたんですけれども、後ほど、リカルドのコメントは紹介しますがね、この時にリカルドは、 いろんな選択肢があったようですが、なんと、犬飼いを投入します。別にパワープレイのために犬飼い投入したんじゃないんですよ。ウェリントン対策です。3バックに変更します。3、4、3、2。で、驚いたのは、左サイドバックにいた秋元を再びワントップに上げます。実は、犬飼い投入した時に、餌サを下げてるんです。 ということは、343の3という数字。秋元再びワントップ。左に真渡り。右に大久保。これ今シーズン初めての前線ですよ。もう餌か降りません。そしたら87分。秋元がもう粘りに粘って、真渡りがゴールを決めるという、これはサポーター歓喜の2点目が、 入りました。リカルドの策が当たったんです。リカルドの選手交代が遅い、納得できない、そういうサポーターもたくさんいたと思いますが、今回リカルドの策が当たったんです。褒めてやってください。リカルドを褒めて褒めて褒め上げてください。いい時は褒める。これもレズサポーター、昔からの得意技でありますよね。じゃあ試合、レズサポーターはどう見たのか、 届いているお便りをご紹介してまいります。まず小金井の玉ナンバーです。勝ち点3を取ったのは本当に良かった。次は上への左岸突然必ず勝ちましょう。それからレズレディースも前日のようウ e リーグ再開の島戦、勝利しました。ぜひ今回ウ e リーグの王者になってもらいたいと思っております。ニーザの赤い彗星の感想です。待ちに待った初勝利。ようやく 報われたかと思いました。ただ、相変わらずチャンスでゴールが繋げられず、相手のミスに助けられた感じもありましたが、最終的に2対0という完封勝ち。バカボンのパパの言葉を借りれば、これでいいのだと言いたい。この初勝利で波に乗ってもらいたい。そう。中身についてはいろいろと注文つけるところあると思うんですけれども、それはもうリガルドよくわかっているんですよ。ともかく勝ち点3です。 勝つということが、どんなにチームを一つにまとめて、選手たちに自信を持たせるかっていう、私は今シーズンの見本の一戦に湘南戦はなるんじゃないかなと思っているんですよ。負けれケータもね、いつも厳しいんですけれども、今回、やっぱ勝利はいい。選手の中でも良かったのは、関根と秋元。特に秋元は、最後まで走り回る。いいです。一つ物足りないのは、 マータイのコーナーキックですが、ニアの低い軌道しか見ていないような気がします。先日なんでしょうが、ちょっとね、確かにね、ニアニアでコーナーキックやっていましたがね、あれは今度は相手にすり込まれますよね。だから、今度次の対戦相手は、それをスカウティングしますよね。じゃあ今度のマ当たりの突然度のコーナーキックはニアに来るかどうか。わかりませんよ。ね。YS ランナー。 リーグ戦5試合目にして初勝利。ナイスゲーム。湘南戦が特別に良かったわけではなく、今まで通りいい戦いはできていたと思います。その中で失点をしなかったこと、追加点を取れたことで勝利することができました。4試合、苦しんだ分、これからはいい波に乗っていきましょう。目の前の試合勝っていくだけ、ウィアレッツ !2 回の団長の声です。風が吹き荒れるサイスタで感染してきました。江坂選手のゴールで先制できて、 まず、先に点を取れたことに安堵しました。しかし、後半、湘南の攻撃にヒヤッとするところもありました。もう一点が欲しいと思っていながら迎えた試合の終盤に、マタリ選手が難しい角度からゴールを決めたときには、これでいけると確信した私と、まだ試合時間が残っているんで、気を抜くなと今しめる私が言いました。わかるなあこういう気持ち。そして、試合終了を告げる笛が鳴った瞬間、 私は腕を突き上げ、ガッツポーズをして喜びをあらわにしました。一つ勝つことは難しい。それを痛いほど感じた半月間でした。これからどんどん勝利を積み重ねていけるように、また応援していきます。いろんな気持ちが揺れ動いた埼玉スタジアムにいた2階の団長、お疲れさん。 本当に良かった。ね。揚げ物弁慶。やっと勝てましたね。これまでも悪くはなかったんですが、やっと勝てました。これが海の苦しみというんでしょうか。でもまだ決めきれるところを上げていかなければ、その精度上がってくれば、毎試合3点4点取れるはず。そんな期待を持てるチームの兆し、見えてきました。海賊クルーネーム、サポーターラビット。 やっとやっと勝てました。素直に嬉しいです。湘南というチームはとにかく走るチームなので、レズの体力心配しましたが、取り越し苦労だったようです。ただ、船長が話されていたムードメーカー、今まだおりません。やはり試合見ていても積極的な声かけが少ないのかなと感じます。だからあと一歩は足りないのかなとも思いました。 キャプテン以外のムードメーカー必要ですね。そうですね。ともかく昔で言えばトゥーリオのような思いで最終ラインから声をかける。あるいは最近だとマギノの,のように最終ラインでも中盤でも前線でも声をかけてサポーターを煽るようにするあの、えー、表現力。それを持った選手は今いません。ただ、 少しずつ分かってきたのは、意外に声掛け合ってるってことです。後で、試合後の岩波のコメント紹介しますがね、彼も声出してるんですよ。ただ、目立った動きする人がいないのでね、だんだんこれから分かってくるかもしれませんね。さあ、赤井サンタクロースは、いや、ほっとしました。先生して追加点あって、グリーンシートの勝利。この一勝で流れは変わってくるでしょう。 ただ、後ろで組み立てる段階のパスミスは致命的になりがちなので気をつけましょう。という赤いサンタクロースです。えー、クルーの皆さん、サボタの皆さん、ありがとうございました。えー、ダゾンの中継解説、水沼隆さん。岩尾の存在が大きい。みんなに声をかけている。と解説していました。彼も やるべきことはやっていたということですねやっとリカルドのサッカーに春の光がさしてまいりました待ちに待った春到来でありますじゃあそのリカルドの試合後の会見と模様をスマホ情報サイトレズブレスの提供で試合のコメントを 紹介します。今日は非常にいいゲームができました。チャンスを作り、相手に対して決定的な場面を多く作らせなかったと思います。もちろん常に改善点を持って臨んでいきたいです。プレーが継続していかないところ、どこかでボールを握りないときにロストしたり、スローインから簡単に失ってしまったり、そういう部分を今後 改善点としていきたいです。ただ、湘南は人に対し前からはめていくという守備に特徴あるチームで、その難しい相手によくやれたと思います。厳しい状況に立たされている中で、価値ある価値点さんであり、非常に満足しています。私はこれでリカルドの湘南アレルギー、取り除かれることも 期待したい。苦手意識がなくなること、期待したい。非常にそういう意味では、ダブルの勝ち点3と思いたいですね。さて、記者から、チームの工夫でうまくいった点はどこですかと聞かれたらリカルドは、まず、守備では、相手の特徴である、ツートップとツーシャドウ、そこをうまく使う両バイドの選手、そういったところに、簡単に決定的な機会を、 作らせなかったと思います。守備は非常に良かったと思います。攻撃では1点目サイドの崩し、チームとして共有していたことができていました。でもビルドアップなかなかうまくいかないこともありました。我々がどういったスタイルなのか知られている中で対策を練られた試合という難しさあったと思いますが、うまくいった部分もありました。決定的なチャンスを 作らせなかった、そこが大きいと思います。まあ、これはよくわかりませんがね、私はかなり、選手たちが守備意識を高めてやった結果、前半ああいう結果だったんじゃないかなと思ってるんですよ。今の話聞いていてね。なかなか自分たちのいつものペース、表現できなかったわけでしょボールの支配率も前半は湘南の方が上だったから。なかなか決定的な場面を、 迎えることができなかった。でも、相手の良さも全部消したわけでしょ前半だけだったら、ガンバ大阪戦の方が圧倒的に良かったもんね。神戸戦もとても良かったですもん。でも、今回はこういった形で湘南の良さを潰しながら、次第次第にレンズのペースに引きずり込んだというのは、リカルドの戦術も、さることながらそれを超えた選手たちの意識じゃないかなと。私は、 今回、この話を聞いていて思いました。さて、記者が、平野と岩尾のダブルボランチにした狙いと、実際に見て感じた言葉と聞かれて、5連戦をやってきて、1年間の日程を考えると、フレッシュなメンバーで戦うことが重要です。前回の川崎戦は、芝と伊藤のコンビでした。二人とも川崎戦で非常に良かったです。今回は、フレッシュな選手たちで、攻撃と守備で、 目的を持ってやれたのかなとも思っています。今回、スタートメンバーだけでもなく、途中から入った選手も、どういう構成にするか、迷いがありました。なるほど。今回は柴田が外れていますが、いいパフォーマンスをしていましたし、バランスや疲労を考慮して、こういう組み合わせにしました。伊藤は前半の途中から入りましたが、非常にいいプレーをしてくれたと思います。こう答えていますね。で、後半の3人交代の時に秋元選手が、 左サイドバック、真当たり選手が左サイドハーフ、いつもと逆の位置にした意図と成果リカルドこう答えました。バランスを考えたんです。秋元は攻撃だけでなく、守備の硬さでも重要な役割を果たしてくれる選手。真当たりは縦へのスピードやドリブルから今日のゴールのようなプレーもできます。 彼がより相手ゴール近くにいることを狙っての投入でした。ドンピシャ決まったから、リカルド。監督病理につきたでしょう。あの場面。ねえ。さて、記者が犬飼選手の投入は、湘南がフォワードウェリントンを起用したその相手の出方を見て決めたんですかと聞かれて、難しい決断でした。 まだベンチにはユンカーもいました。あの展開ならば、ユンカーの特徴を生かせる場面だったかもしれない。スピードを生かした攻撃やカウンターなど。ただ、湘南の前線にウェリントン選手や、前線にそういうタイプの選手が起用されて、彼らの狙いはクロスからの攻撃だとはっきりしていたと思うんで、どう対応するかまず決断しました。簡単に上げさせないように、我々も少し形を変えて、数的同数になるようなやり方をしました。 ただ、勘違いして欲しくないのは、守備的になるだけの狙いではないことです。シャドウには、小泉や大久保など、ためを作れる選手がいました。狙いは、ボールを握ること、そして、守る時間を減らすことにありました。再び、前線に秋元が入りましたが、彼は、前線でのキープも、 前からのプレスに行ってくれるので、講師を考えた上での決断でした。せめて、結果良ければ、彼の話していることに説得力が出てくるわけですよ。でも、いつも思うようにはまらないのがサッカーであります。だからうまくいった時には、たくさん褒めてあげてください。ね。 監督業をなかなか褒められないんですよ。勝った時選手を褒められるもんね。監督褒められないもん。褒めてあげてくださいよ。繰り返し言いますが。さて、えー、あたるちゃん、江坂あたる選手のコメント。今シーズンの J1 初ゴール、チームの J1 初勝利の感想はどうですかと聞かれて、決めきれない試合が続き責任を感じていました。結果として自分のゴールで勝ててほっとしています。 内容がいいのに結果が出ない試合続きましたが、江坂選手自身はどうやって気持ちをこの試合に持っていったんですかチームとしてどんな話をしていたんですかと聞かれて難しかったです。チームとしてもメンタル的に難しかったですね。続けていくしかないと思っていました。ここで結果にこだわりすぎて内容を変えてしまってはこれまでの積み合いがなくなってしまいます。しっかりと内容を含めて 継続しようというところで、今回はいい内容で結果もついてきました。まずは一生できて、ほっとしています。で、今回の勝利で自信を得られますかボールを握って相手の嫌なところを突く攻撃ができました。自信になるし、勢いも出てくると思います。私、ここまでの記者と江坂あたる選手のやりとりを、こうして紹介していて、 ついこの間、聖太郎、コルク選手のインタビューに飽きましたって YouTube 立ち上げましたよね。で、コルク選手がミシャを尊敬している話と、このエサガ選手がリカルドへの思いが重なってくるんですね。結果が出なくても、変えない。ブレない。コルク選手は、その部分をとても強くミシャへの 尊敬の念としてインタビューで語っていたんですね。江坂あたる選手も今、リカルドが買えない、ぶれない、価値を求めに行かない、その中で掴んだ勝利に、とても大きな自信を持った、と語っていますよね。いい感じになってきましたよ。とてもいい感じになってきた。で、ゴールシーンについて、江坂選手は、左サイドで大畑選手と関根選手が、 いい関係を作れていました。シュルス選手もいいボールを出してくれました。あのタイミングで前を向いたときに、関根選手がパスコースを作ってくれました。そのパスコースに相手が食いついてくれて、そこに生まれたスペースに、いいタイミングで小畠選手が走り込んできてくれました。4人でスペースの共有ができた、素晴らしい崩しだったと思います。ボールスピードがあったんで、シュートは深さないように、枠に飛ばすことを意識しました。ちょっとコース甘かったんですが、入ってくれと願っていました。 この湘南戦の餌が当たるのゴーンのシーンは永久保存版ですね。レズサボタンにとっては永久保存。流れるような全てが噛み合った素晴らしいハーモニー。だからああいう時は本当にテレビで観戦していてもサッカーっていいよなって酔うんですね。スタジアムだったらもっとでしょ ね、早く5万のスタジアムにしたいですね。じゃあ、岩波拓也選手です。なかなか勝てない中、毎試合失点していたので、責任を感じていまして、結果が出ない中、選手同士で話し合ったことはありますかこれみんな記者は聞きたいんですよ。聞きましたら、スーパーカップからいいスタートをして、リーグ戦は内容でそこまで悲観するものではありませんでしたが、その中で勝てないことにもどかしさがありました。4試合中2試合で退場者出す難しさもありましたし、 クラブが掲げる目標、チームでやるべきことは、ぶれずに、ポジティブにこの連戦を過ごしました。一つ勝てば、上に行けると思いやっていました。気持ち的にも、ようやくいい状態で、次に行けると思います。大胆に何かやったわけではなさそうですが、誰か、こう、はっきりとしたリーダーがいなくても、それぞれ選手たちが話し合っていたっていう過程は、この岩波の 話で分かりますよね。話はしてるんですね。話はしている。で、守備について、湘南の532の3枚が、守備でサイドに出てくることは分析していたので、あえて守備を引き出すプレーをしました。ファイワークのズレを作り、そこを狙っていました。もっとうまく引き出したかったんですが、狙いは出せたと思います。で、後半に失点した試合が続きましたが、今回、失点しなかったのは、 どこにあると思いますかと聞かれて、ハーフタイムで後半勝負と声を掛け合いました。守りに入ると追いつかれたり、事故が起きるんで、もう一点取りに行こうとしました。その気持ちが2点目につながりました。なるほど。ハーフタイムで後半勝負と、選手同士が声を掛け合っていって、で2点目のゴールにつながったと。 そういうことですね。今シーズンのこれスタートだな。攻守の組み合わせ、攻守への思い、選手が全て共有できた90分。ベンチに座っていた選手たちも同じ気持ちだったんだろうと思います。聖太郎の海賊ラジオ、スマートフォンの無料アプリで弾くラジオ曲です。毎週木曜日の夜、坂倉力提供の番組、 レッツ力胸放送しております。で、次回のアブリラジオ放送日、3月10日木曜日、ダゾンで試合を見直してみたり、また少し角度を変えて、ここまでのリング戦、5試合の振り返り、サポーターの思いなど、何でも OK ですからお寄せください。アブリラジオでも皆さん積極的に参加なさってください。締め切りは放送当日朝7時。海賊クルーネーム、お忘れなく。 しばらく、ゆっくりと体休めて、アウェイのサガン突戦に向かってください。よかった、本当によかった。じゃあ今回、登場していただくのは、こちら、セルジオ、一言よろしく。よく耐えたね。監督も、チームスタッフも選手もよく耐えた。そして勝ち取った勝ち点3。それ以上に、サポーターもよく耐えました。さあ、春が来ました。また、 チャンネル登録よろしくね。